皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。こちらの動画ではですね、リビング企業アカデミーの、学習プログラムの進め方ですね、こちらについてご説明をしていきたいと思います。まずですね、リビング企業アカデミーというのは大きく分けて2つの、単元に分かれております。まずですね、1つ目は、個人セッションになります。個人セッションは、その名の通り個人のセッションになりますので、皆さんの個々の課題に合わせて、例えば今自分はこういう状態になっているけれども次にどうしていったらいいのか、具体的に、コンセプトを一緒に作ったりとか、課題書きももちろん作ったりとか、あとは個別のホームページの診断をして直していくとか、とにかくありとあらゆる、内容ですね、オーダーメイド、個人別カスタマイズという形の内容で、私の領域で答えられるご質問は、何でも答えていくという、そちらの方が個人セッションになりまして、これが月に1回、90分ですね、進めていく形になります。で、個人セッションは月に1回90分なんですけれども、その他に、6ヶ月の契約期間は無制限でご質問、メールのような形になるんですけれども、チャットワークというシステムを使いまして、何度でも、ご連絡いただいて、でそちらにお答えしていくという完全バックアップ体制をとっておりますので、課題を出します、そしてまた質問が来る、このフィードバックで早い方はかなりの進度で進んでいくような形になりますので、両方とも上手に使いながらやられていくっていうのがまず、個人セッションの部門になります。で、グループセッションですね、こちらの方は、月に1回、5時間になりますけれども、グループでその同じところを学んでいるメンバーとともにですね、一単元一単元、毎月ごとにテーマは変わるんですけれども、そちらの内容を皆さんでこう学んでいただき、他の人の意見、他の人の意見も聞きながらやっていくことができますので、自分だけの考えじゃない新しい視野が広がりますし、同じことを、こういうふうにみんなも悩んでるんだな、こんなふうにやっていったらいいんだなっていうのをフィードバックしながらやっていく、そういった内容になっております。ですので、個人だけではなく皆さんとも一緒に学習をしていく、これが2つ入っていることによって、加速度的に皆さんの事業が発展していくように、サポートしている、そんなプログラムが、まずリビング企業アカデミーのメインのコンテンツになります。で、その他に例えばフォローアップ体制として6ヶ月がでは終わってしまったらそのまま終わるのかっていうと、事業の継続っていうのは、その6ヶ月はその基本の土台を作るのがメインになりますので、もちろんそちらの方で卒業ですっていうことであれば、そのままご卒業いただいて構いませんけれども、例えばそれを実際に運営し始めるとまたいろんな課題とか悩みとかどういうふうにっていうのが出てくるので、私は長期的に皆さんと関わり合いながら、依存甘えとかではなく、きちんと自立して自分で考えて前に進めるようにっていうことをバックアップできるような形でプログラムを組んでおりますので、結構長く付き合っていただける方はもちろん付き合っていただけてます。その付き合う年数においてどんどん売上が上がっていくような形でサポートをさせていただくっていう形になりますので、その期間が終わったらもうそれで終わりっていうことでもないので、ご自身が私のサポートを必要とする限りは、違う月額会員という方のフォローアップ体制も持っておりますので、そちらの方をご利用いただくこともできます。で、その他にもいろいろですね、コンテンツ会員になったらということで、コンテンツとして例えば月に1回ですね、オンラインのズームセミナーという、こちらの方無料で聞けたりとか、あとは3ヶ月に1度とかですね、私の方の、セミナー&懇親会ということで仲間と会ったりとか、その他、各種パーティー、各種セミナーですね、私いろいろ開催しています。そちらにも会員のメンバーから優先的に、ご案内をしていますので、
実は外に出ていない、要は中だけで埋まってしまっているセミナーっていうのも結構たくさんありまして、そんなものもご活用いただけながらご自身の事業を拡大していくのにお役立ていただければという形になってます。ですので、私のアカデミーはもちろん6ヶ月が主軸の学びの期間にはなるんですけれども、その6ヶ月以外にでも、もちろん6ヶ月の中でもたくさん学んでいただけるんですが、その6ヶ月以外のところでですね、続けてきちんと事業が、軌道に乗るような形で、皆さんがこれをやりたい、あれをやりたいっていうことに関しては変化をしながら、どんどん叶えていける、そんなバックアップ体制をとっておりますので、ワクワクした気持ちでですね、リビング企業アカデミー、学びの場ではあるんですけれども、そうですね、遊び場でもある。楽しい遊び場、学び場っていう、そんなイメージをしながら私は運営していますので、ぜひ私と一緒に、仲間と一緒にアカデミーで大成長していけるように、サポートもさせていただきますので、ご一緒に頑張っていきましょう。それでは。